よし、じゃあ今日も進めていきましょう。手に届く太陽。ちょ、読んでなかった。ラノシアオレンジの収穫期だったのに、海賊上がりの連中と来たら。このままじゃ実が熟しきって落ちちまう。オレンジの収穫と。フラワーベスパ。わかった。収穫か。解決病か。その恩も忘れてオレンジをほったらかした。なるほど。解決病ってのは、ビタミンだっけ？ビタミンが欠乏すると起こるんだっけ？どこだ？向こうか。飛んでいきましょう。これちょっと地図見たけど、ここの中央ラノシアは少ないか。イベントの数が。ここ今のも含めて、3。4個か。これならすぐ終わるか。確かにエルピスのあそこは街の中っていう概念がなかったから、全部あの一つのマップに集中していたために多く感じたということが。いいね。今更、レベル6。本の角でいいわ。さすがに余裕だな。で、次は3つだから。ここは出てこないと。この調子だったら、そんなにこの新生エリアのイベント自体は多くなさそうな気もするけど、どうなんだろう。はい。でもさすがにちょっと、このあまりにも楽なイベントが続きすぎると、それはそれでちょっと画面的に、絵面的に、どうなるだろうかというふうな懸念もあるけども、まあ。どうしたってここら辺は地味になってしまうか。はい。それにしても、海賊上がりの連中は結局誰一人収穫の手伝いに来なかったのか。やっぱ昔だな。で、オレンジジュースか。そっかそっか。こういう連続のイベントもあるわけか。真心仕込みのオレンジ。重なってるぞ。果樹園のラノシアオレンジは見事だっただろ。だがな、こいつを実らせるのは大変なんだ。花粉を運ぶ小さな蜜蜂をプークどもが根こそぎ食っちまうもんで、俺たちが一つ一つ手で受粉させてんのさ。君は冒険者なんだろ。プークの妖精体プークハッチリングを5体ほど買ってきてくれんか。なるほど。じゃあ行きましょう。プークハッチリング。これも本の角で難なく倒せる相手だけども、どこだ、こっちか。なんだ、 A モブか。いやプークハッチリング。で、これを5体か。楽勝もいいところだな。中央ラノシア。このレベルが低いうち、レベルが低いうちはこの周りの雑魚がリンクすると。最近のパッチというか、最近のパッチというか、ないもんな。もうレベル90代と、ともなると。90のエリアともなると。はい。守備は上々のようだな。これで花咲く季節の重労働が少しは楽になるといいんだが。
まあそれもこれも海賊上がりの連中が素直にシャキシャキ働いてくれりゃいいって話なんだがね。君に駆除を頼むべきはプークじゃなくて海賊上がりの連中だったかもな。今更いらんのだけどな。あ、これは終わりか。なんだっけ、こういうイベントで荒ぐ銀貨かもらえるのかな。今いくつだ。あ、9万が見えてきた。この8万8000のうち本当に 0.001% ぐらいがこういうイベントで手に入れたもので、全部他の全部はなんだっけ、あのリテーナーか、リテーナーベンチャーで持ってきたものなんですよね、全部ほぼ。とりあえず10万まで荒ぐ銀貨が、溜まったらさすがに全部売ってしまうかなと思うんだけども、今リテーナーがおそらくだけどマックスまで雇っていて、プラス2人ぐらい雇えることができれば FF14 にかけて、この荒ぐ銀貨14万枚かを目指すってのも面白そうなんだけど、今のちょっと荷物の空き状況から言っても14はさすがに無理かなと思うんですよね。できれば集めたいところだけども。防腐の妙法、急ぎの用事。生物を運ぶときにはウォータースプライトで各の各で冷やしてんだが、今日はいつもより魚が多くて数が足りない。魚を腐らせるわけにはいかないから、そこにいるウォータースプライトを買って過去3個集めてくれないか。ウォータースプライトの核、なんだっけ、ウォータースプライト、なんだっけ、核。じゃあこのウォータークリスタルとか、なんだっけ、ウォーターシャードか。あれだったらさ、アイスシャードじゃないの。そういうわけじゃないのかな。まあ、ここら辺にアイスクリスタルがいないから、あえてウォータースプライトかにしてるのかもしれないけども。冷やして輸送するのだったら、あ、強いね。君。氷のスプライトの方がいいような気もするけど、そういうわけではないんでしょうか。あと一つか。よしよし。やっぱもしかしたらこういう細かなクエストをやることによって、こういう一般の NPC、 一般の NPC というか、そこら辺の生活のスタイルっていう風なものも、あれ、見えてくるのかな。それはあるか。もしかしたらグレンとかそこら辺に行くと豪雪のその後の話とかも出てくるかもしれないし。いや、それってあれかな、なんだっけ、ヒワだっけ、グレンヒワ、あそこら辺で語られてるのかな。今のところ僕、漆黒ヒワしか読んでないんですよね。あのエメトセルクのとヒトロダイアスのあそこら辺の話。このウォータースプライトの核を魚の箱に入れてやれば。キンキンに冷えてきたぜ。いや、やっぱさ、アイスクリスタルの方がいいんじゃないの、核の方が。これで魚を腐らせずに、配達できる。あ、でも、ということは、アイスクリスタルはドライアイス的なものなのかな。そのアイスクリスタルを使って、ウォータークリスタルを凍らせると。このスカイリフトでは、いろんな荷運び業者がしのぎを削っているからね。てるからね。ちょっとした失敗が命取りなのさ。やっぱ連続するイベントも多いな、結構。確かにこういう連続するクエストで進めてないやつたくさんあるからな。デネベール関門へ向かう
荷車がバザードに襲われてるんだ。奴ら普段は優雅に上空を飛んでいるくせに、荷車に肉を積んでる日に限って荷をかっさらっていきやがる。ラットの腐肉。ああ。ああ。いやでもこんな初期のエリアに今平日の昼間なんだけど人いるんだ。さすが FF14 だな。人口は多いと。で、こっちに行きましょう。さっきの、なんだっけ、あそこのエーテライトの近くにも結構人いたしな。この時間にしても。どれだ?これか。まだ説明文を。腐臭漂うラットの肉。で、あ、一撃で倒せないとなると結構強いな。でもレベル8か。で、これを報告と。バザード。で、これを報告に行きましょう。ちなみに、この、こっちの大陸とこっちの大陸のこの境目ってのは、第7霊祭の時に、近くに変動が起きて、だっけ?近くに変動が起きて、ここがこうずれてしまったと。いう話だっけ。第7霊祭のさ、ムービーでさ、このリムサロミーサ周辺が攻撃されているシーンはあったけどさ、グリダニアとかウルダハが攻撃されているシーンってあったっけ。でもそのダラガブの破片が各地に落ちてるってことはやっぱ、まあそれは3国、いや4国か。あの、石があると。あそこら辺も含めて、広範囲にわたって攻撃されたってことでいいんだよね。バザードは食料品が目当てらしくてな。うちの食料品を、霊災のせいで奴らも餌に困って、奴らの餌も減ってんだろうな。175。口調がなんか他人行儀に戻った。で、これか。和、ドゥバカ。和族か。あ、アイズシャードは あるんだ。ちゃんと。また切り裂かれちゃった。残念ながら、切られたのは私の服じゃね、どういう、このセリフだ、これ。はは。影干ししてた気球の、エンペロープが、メガロクラブに裂かれちゃって困ってるの。わかった。悪いメガロクラブを退治してくれない。5匹。わかった。5年前に起こった第7霊祭の影響で、ここの巨大な崖、あ、これか、僕がさっき言ってたやつか。デセント断崖ができたの。街道も寸断されたから、物資輸送も一苦労。で、後からこの、リフトが作られたということか。あ、そういえばさ、あの第一世界のユールモアって、このリムサロムニサ周辺が、あの場所になるわけでしょ。確かにあそこにもリフトあったよね、巨大な。そういうつながりもあったんだ。今気づいた。いいね、そういう気づきもあるな。こういうのやってると。あ、これが5匹か。ちょっとだるいぞ。邪魔ですよ。メガロクラブさんがまだこっちにもいてと。5匹このちっちゃいやつが集まってくるのが面倒だな。ま、本の角でいいや。あ、お前もか。お前も本の角だ。
これでいいか。じゃあさ、このキャラクターが第一世界の誰かに相当するような演出とかもあるのかな。和族ってのもしかしたら第一世界にもいるのかな。このユールじゃない、このリムザルミサにあたるユールモア周辺に。メガロクラブは時期にまた現れるでしょうね。復興を急いでいるせいか荷物が増えてきてるし、根本的な対策を考えないと。で、この人は特にないか。さあさあさあ、まだ始めて16分か。30分ぐらいのボリュームを稼ぐとなると、いやでも、それほど難しくないか。あまり長くやりすぎても結局編集で大変になってしまうし。あれ、どこだ、こっちか。こっちに確か一つあったよね。遠いな。他にここら辺を攻略したから発生するようなイベントがもしかしたらあるかもしれないけど、おそらくここの連続、ここをやれば終わるかな。まあこれが連続かもしれないし。やっぱ4つ5つで、いや、連続となるともっとあるか。まあ何にしても5個前後で、時間としてはいいか。負傷しているものがよく目につく。聞けば皆、ローグ側に住むヤーゾンフィーダーに襲われたという。対策を講じたいが、我らはこの場の警備で精一杯。そこで君の力を貸してほしい。ローグ側でヤーゾンの巣3個をほじくり返し、巣から出てきたヤーゾンフィーダーを駆除してくれ。ラザグラン。ちなみにラザグランというのは伝説の建国船、ガラディオン船の航海士でね。歴史上の偉人の一人といったところかな。このガラディオン号に乗っていた人たちがこのリムサロミンサについて国を立ち上げたってことだよね。確か。それの航海士か。あれ。それの船長ってなんか、話あったっけ？こういう人みたいな感じで。なんかありそうだけどな。この、確か三国の中でこのリムサノミンサが一番若いんだっけ？建国してからの年月が。一番古いのが、確か、ウルダハか。じゃあね、グリタニアか。弱い。で、もう一つはどこでしょう。イシュガルドも結構千年とか言ってたし、長いか。あれ？あ、あれか。そう考えると、リムサロミンサの確か500年ぐらいだよね。若いな。で、こっちか。あ、この川の中か。オッケー。これでうまくいくでしょう。はい。よし。これを報告して、今回は終了と。あるいは、連続したクエストになるかどうか。まあ、連続したクエストを放置しているのは、蒼天以降かな。いや、蒼天、どうだっけ、蒼天って風脈の泉を手に入れるためにこういうクエストって攻略したっけ？この関門は本来は国家団が警備するほどの要所。だが国家団は蛮族対策で手一杯のため、我らイエロージャケットが警備に当たっている。まだこの時間軸では、蛮族として呼ばれていると。今、有効種族だよね。
だが我らとて人手が不足しているのでな、周辺の安全確保までは手が回らないのだ。今後もイエロージャケットへの協力を期待しているぞ。さあ、あ、これで終わりか。なるほど。ふんふんふん。うん。なるほど。結構人いるな。よし、じゃあ次回はどうするか。次回はウルダ、じゃない、グリダニアのどっかを攻略して、クエストを消化していきましょう。ないよね、もう。いいね。びっくりマークが一つもないぞ。本来だったらこれがもう11年ぐらい前にできていて、いてもおかしくない状況だったけども、放置に放置を重ねたからな。僕は。うん。よし、ということで今回はこれで終了します。お疲れ様でした。